静岡銀行がん保証付き夫婦連生男信住宅ローンのご案内。住宅ローンご契約者の3割以上が疾病保障をつけておけばよかったと後悔をしています。ここでは安心して住宅ローンをご契約いただくための保証制度をご案内いたします。住宅ローンを申し込みいただく際には原則団体信用生命保険にご加入いただきます。これは契約者ご本人様に万一のことがあった場合に残りのローンを保険で完済する制度です。ただし一般的な団体信用生命保険では様々なリスクに備えることはできません。ご夫婦で一緒に一つの住宅ローンを連帯債務でお借り入れされる場合にはがん保証付き夫婦連生男信をお選びいただけます。がん保証付き夫婦連生男信では全ての保証内容がご夫婦それぞれに適用されます。確かに患者数の多いがんですが、実はがんと診断された方のうちおよそ3割を現役世代の方が占めているという事実があります。しかし一方で5年生存率が9割以上のがんがあるように、がんは治療できる時代になってきています。問題となるのはがんを治療する過程で7割以上の方が仕事に何らかの影響が出ており、およそ2割の方は退職・廃業したという事実です。そこで静岡銀行静銀のがん保証付き夫婦連生男信なら、ご夫婦のどちらかががんで就業不能状態となり、その就業不能状態が継続してローン返済日を迎えた場合、その月のローン返済額は0円になり、最長12ヶ月間ローン返済額を保証します。さらにその就業不能状態が継続して12ヶ月を超えた場合、住宅ローン残高が0円になります。この保証は1回の就業不能状態が12ヶ月間連続していない場合でも、同一の原因で就業不能状態を繰り返した場合、お支払い対象となることがあります。事例のように入退院を繰り返す場合などでも、条件を満たせばローン残高が0円になります。ここでいう就業不能状態とは、病状の重さとは関係なく入院または医師の指示による自宅療養などにより、本人の経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態のことです。しずぎんではローンご契約者様であるご夫婦のどちらかががんなどで余命宣告された場合に、保険金の支払い事由に該当した時点のローン残高が0円となる特約が全てのご契約に付帯しています。例えば重度がん債務返済特約では、ご夫婦のどちらかが治療の効果がない、身体的状態で治療が受けられないなどの重度ながんと判断された時、ローン残高が0円となります。ご契約者様が存命中にローン残高が0円となるため、ご家族様の今後の生活を考える上でも、ご契約者様に充実した生活を過ごしていただく上でも重要な特約です。リビングニーズ特約、重度がん債務返済特約の支払い事由に該当してローン残高が0円になった後、回復して元の生活に戻れた場合でも、以後のローン返済は不要です。